わけで今日はですね、まあ、せっかくバスケットができるっていうことなんで、はい、僕はあんまりもうバスケットプレイヤーみたいな感じじゃないんですけど、そうだね、サッカーなんで、なんかまだ僕に唯一こうバスケットに残ってるのがミドルシュートなんですよ。うん、そうだね。なんかこう昔からミドルシュートだけこうやってたんで、結構入ってたもんね、さっきも。そうですね、うん、実際に1対1とかしたらちょっとヘボいなみたいな感じなんですけど、そうだ、ミドルで挽回しよう、それ。そうですね、シュートだけ見せたらまあこいつすげえみたいになるんで、お前たちをすげえと言わせる。それ川柳で。川柳ですか。うん、その気持ち今意気込みで言わせるぞ。ああ、言わせるぞ、言わせる。やっと覚えることができます。帰ってください。ありがとうございます。